微中高松駅は岡山県岡山市北区高松にある西日本旅客鉄道機微線の駅である。駅番号は JRU06。駅名の由来は地元にある乗名である。最上稲荷への初詣で参拝客の輸送対策として12月31日1月1日は当駅まりの臨時列車が運行される。なお、 中国鉄道時代の1911年から1944年まで、ここから最上稲荷門前の東海山駅へ至る、東海山線が分岐していた。日中時間帯には当駅で、岡山方面に折り返す列車も設定されている。相対式ホーム2面2線を有し、列車交換が可能な地上駅。コンクリート1階建ての駅舎が置かれる。互いのホームは、古戦橋で連絡している。 なお、この駅は、駅舎側が2番乗り場、反対側が1番乗り場となっている。1番乗り場側には、初詣客対応のための臨時出入り口が設置されている。岡山駅が管理しする無人駅である。かつては、JR 西日本岡山メンテックが、駅業務を受託する業務委託駅で、緑の窓口設置駅だった。利用可能駅であり、 愛イ家の相互利用対象であるピタッパも利用可能。2007年7月に自動改札機が設置されたが簡易型であるため、降車客の乗車券は改札機室上側の収札箱に乗車券を投入する。自動券売機設置駅。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。最上位なの大鳥居。ありがとうございます。